三画目のこの左払いっていうのが左下にこうやってうっていくときにどこら辺までうって下に下がればいいんだろうというところをちょっと確認を覚えておくといいかなっていうふうに思います。だいたいねここの一画目の書き始めと二画目の書き終わりここを線でビーって結んだときのこのなんかこの線のちょうどなんかこの辺り線上でね終わってあげると、まあ、ちょうどいいかなってだいぶそんなに、元外れな方向にはいかないかなっていう感じがしますよね。あとは左側のこの無の形これね本当にこれよく出てくるんですよ。この無の形っていうのは無の形はこれ最初のここここねどういう意識で書けばいいかって言った時に、左払いの意識で書いてあげるといいと思います。ちょっと打ち込み入れてあげてシュッて左払いの意識でこれ書いてあげる。で右上にねこれ右上払いの点画なんだけれどもこの右上払いを書いてあげてしっかりね。でその右上払いシュッてしたこの先からこの最後のこの点を書いてあげる。こんな感じでいいかなっていうふうに思います。でもっとねちょっと詳しく言っちゃうとここの左払い書いた時のここの線の細さこれ見てくださいね。で右上払いのこの太さこれちょっとあの太い細いあるじゃないですかこれ左最初のここが細くって右上払いが太いですっていうこのねあの太い細いの差が結構美しかったりするんでもしできる方はねこれ挑戦してみると、いいかなっていうふうに思います。